だ名をもらっちゃいました、おひがちさんに。やばいな、嬉しいですね。でめちゃくちゃ初めてバチバチをやった時よりもたくさんの方が見に来てくれて嬉しかったです。そう、そうですね、チームアミタンランド、なんかたまたまである、本当になんかな、どんな名前にするみたいな感じになったんですよ。それでコジリンさんがなんかアミタン王政な感じでやろうみたいな、それでアミタン王国、アミタン国、あ、アミタンランドはって言ってきて、それでたまたまはん、あのルームスの名前だったってだけなんですよ。びっくりですね、すごいそうですね、すごいです、たまたまなんですよ。なんか前髪が真ん中で固まってますね。でも固めてはないです、朝なので。朝は関係ないかもですけど、固めてはないです。なんかね、あの今の前髪ちょっと変なんですよ。変っていうか、なんか生え方っていうか切り方がなんか変になってて、今度あったら修正してもらおうと思いますね。切りたての時は良かったんですけど、伸びてきたらなんか生え方が変になっちゃった。はいそんな感じです。そう、配信でも見れるので、アーカイブか、ブログにもツイッターにもリンクを貼ってるので、よかったらそこから飛んでみてください。はい、楽しかったです。はい、そう、昨日はねメンバーさんが全員チーム N さんだったのでドキドキしたんですけど、あ、こうですね、え、こうやんな、これで N になってますか、なってるかだったんですけど、あのね、まなみもさくらさんもいたので、その喋りやすかったでは喋りやすかったですね。楽しかったです、めっちゃ。また出たいですね。次はあだ名もついたので缶バッジを狙いに行きます。あみは東さんの缶バッジが欲しいです、めっちゃ。そうそうですね、アミタンランドにたくさんアミタンいそう。アミタンランドの設定は一応なんかめっちゃおもろくて、マナミンもあのマナミンのルームスの名前がマナミンチなんですけど、そう、それたまたま話したんですけど、アミタンランドでアミは社長やってるんですって言ったんですね。そしたらマナミンが、あ、マナミンチはあのマナミンはマナミンチで大家さんをやってるって言ってたんですよ。めっちゃおもろくない？あ、みんなやっぱそういうね、あるんですねと思いましたねそう思いましたね。そう、チュンさん、おはよう。おはちまく、おはちまく、昨日はありがとう、涙が出るほど笑いました、ありがとう、嬉しいです、見に来てくださってありがとうございました。めっちゃ見えてました、皆さんのこと。なんかね、明るいからっていうか、自分が動いてないからか、劇場より人がめっちゃ見やすいんですよ。人も見に来てくださってる顔が、そうそうなんですよ。そうですね、なので誰が来てるか一目で分かりますね。結構イントロ面白かった、あのな、イントロな、めちゃくちゃな、分かってたのにな、頭、あのほんま歌詞が出てこない、あれびっくりしますよ。あの多分あれはなんて言うんですか、第三者の目って言うのかな、分からないですけど、やらずに見てたら分かると思うんですよ。降ってくるんですけど、普通にあの場におったら頭が逆に回転しすぎて出てこんみたいな感じなんですよ。そう、めっちゃ難しかった、分かってたんですよ、めっちゃめっちゃ分かってたけど、合ってるかなみたいな
そうなんです。歌詞がね、あとね、略して歌詞言うからさ、なんかレッスンの時とかは、その例えばやけど、片思いより思いようとかいう曲やったら、片思いより思いようやるようじゃなくて、片思いやるようにな。そうですね。そういうのやったり、僕だけのシークレットタイムやったら、シークレットタイムって呼ばれてするから、もうそれで頭が浸透しちゃうんですよね。だからマミはこれからなんて言われようと思う、フルネームで歌詞読んでいこうかと思います。はい、14歳になってもう1ヶ月か。ほんまやな、早いな、早すぎね。ちゃうねん、アミね、びっくりしたのが、あの普通にまあ入ってきたのが、まあでも言うて小6の11月だったんですけど、でもですよ、もう中2なんですよ。でもうあと3ヶ月ぐらいしたら11月なんですけど、やばくない？もう2年目ってことですよ、もうその3ヶ月まで来たら。やばいよな。あのね、皆さん、先輩方も言ってるんですけど、NMB に入ったら時間過ぎるのがめっちゃ早いんですよ。なんか学校の思い出は何って聞かれたら全然ピンとこなくって、もうこっちでの濃い思い出がありすぎて、そうなんですよ、びっくりですね。そうです、みんな設定やるみたいですよ胃袋ってる娘の人もいるから、あ、自分、じゃあ自分が本体で皆さんが食べ物ってことですかね、言ったら食べ物、おはよう、おはよう、昨晩の顔芸が面白かった。そうですね、もうほんまかわいそうなウサギと一緒、かわいそうなさくらさんなんか変や、言い方ちょっと変やけど、おファンちゃんみたいでした、かわいかったです。はい、あ、この配信終わったらバチバチ見るって、見てください、見てくださいね。でもね、なんだっけ、低温集中治療班やな、停電集中治療派みたいな感じのビリビリ感あったんですけど、あのこの前出た時はそれはなくて、なんかどれがバチバチするか当てるみたいな、バチバチ道具がいっぱい置いてあって、あのなんか押したりしてどれがバチバチするかってやつやったんですよね。だからちょっと変わってました。はい、はい、おはようございます。なかなか曲目って難しい、難しいな。もうさ、歌はさ歌えるのにさ、曲名が出てこへんのよマジで。そう、トドトドは略してる。そうですね、トドトドもやな、トドトドもですね。そう、略してるのが多すぎてね、逆に難しいんですよ。そうね、あとはごめんなさい、あとはでもまあ全部そういう略し方なんですよね、同じ系統の略し方をしてますねそうですね、なのでまあそんな感じです。おはよう、めいみちゃん夏休み中はカジパ毎日配信後にやるらしいね。あら、いいですね、あみもまたやりますね。カジパ今日やろっかな、今日やろっか。今日はまあ比較的穏やかな一日そうなので、あ、忙しくないんです多分、なのでそう、今日はめっちゃ宿題を進める予定です。本当にあとね、数学のワークが残り40ページぐらいあるんですけど、とりあえずそれを終わらせます、一旦今日中に終わらせたい。めんどくさいけどな、頑張るわ。
あと英語のワークも、待って、やばい気がしてきた。あと1ヶ月しかないよ、夏休みだけどさ、残り2週間でライブやで。だから2週間分は多分できないんですよ。でも終わったらチカッパがあるし、まあゆっくりする時間も作りたいので、ちょっと今日ほんまやばいですね。読書感想文とかその作文とか新聞とかそういう系は置いておくけど、それ以外はちょっと進めんとやばいで、ほんま今焦りを感じました。8月1日やで今日、やばい、進みすぎですね、日にちが。やばやばいですね。松崎さんにお友達障害者、そうなんですよ。さくらさんがね、アミのね、学校の友達の名前を知りたいって言うからいつも仲いいメンバーとクラスが一緒になって仲良くなったメンバー言ったら、友達多いねって言われました。友達多くはないですね、アミでも。こう見えてっていうか、こう見えてって、まあ、どう見えてるか分かんないんですけど、アミはなんか結構学校では猫かぶりタイプなんですよ。そう、仲いい子には、めっちゃ仲いい子にはね、仲いい子っていうか、まあそうですね、仲いい子にはもう普通のアミなんですけど、だから普通に変なこともするんですけど、なんか仲良くない子はちょっとおらんけど、仲良くないっていうか、なんて言うんやろ、なんかそんなに関わりがない子とかは、あ、おはようみたいになって、あ、おはようって返してる派なので。なのでね、今年クラス一緒になって仲良くなった子が結構本当にね、マジで10人ぐらいいるんですけど、あのね、去年のアミちゃんと違うねってよく言われますね。どっちのアミがいいと思うって聞いたら、今の方がいいって言われます。はーい、イエーイ昨日は後ろの方やったけど、アミで絵で見えたら、アミもですよ、よく見えてました。あ、そうですね、低周波治療器ですね。低周波治療器、アミちゃんがマイティに顔面ラブリベンジすると思ったら、まさかのマナミに生かすとはって。そうなんです、あれね、実はなんかどうするの話し合って決めたんですけど、マナミンが顔面ラップをやったことがないと言ってたので、それはやってきってコジリンさんに言ってもらってたので、そうしました。はい、アミはね、ちょっと顔面ラップはまたの機会にやります。え、ルームス2つ入ってるけど、あ、そういうことね、びっくりした。マミダンさんに内緒です、言ってるで、言っちゃってますよ、当てちゃいます誰か。わからないな。だってこの前言ってた8期生さんやった確か。マミ記憶いいんですよ誰やったっけな、忘れちゃったね。新しいうちはちょっと見にくかったので、めっちゃ可愛かったです、ファンでも。ありがとうございます。いつもにまして、あくびを、そうですね。ちょっと目が乾燥してて。やっぱクーラーの時期は乾燥しやすい。そう。初めて出た時は、イントロドン、レイコちゃんの息子をちょっとでも、そうですね。もうすごかった、めっちゃ。昨日のいろはちゃんのブログにアミちゃんの写真を撮ってたね。そうなんですよ、この前アミが撮ってほしいって言ったら、いいですよって言ってくれたのと、あとショールームで喋ってくれてありがとうございますって言ってくれて、めちゃくちゃもうめっちゃ可愛かったし、あの多分ですけど、あのアミめっちゃ性格合ってると思うんですよね。いや、わかんないですけどね、まだもうそのもうキャッチボールが 2回もうポンポンぐらいだったのでわからないですけど、なんかなんかね、雰囲気がめっちゃ一緒なんですよ、なんかもう一人の自分みたいな。で、コノンちゃんはなんかアミがふざけてる時と多分合うと思いますね。めっちゃ喋りやすそうでした。ちょっと本当に中学2年生の女だと仲良くなりたいと思います、はい、でも案外ね、喋れる気がしてきたかもしれない。いや、多分目の前にしか喋れないんですけど、
やべって40秒以上も1日で終わるなんて。はい、アミならいける、頑張ろう。あの楽しみにしてて、多分明日か今日のモバメで報告します、終わったか終わってないかは。はい、そう、本当やばい。アミちゃんちゃん、おはよう、おはよう、おはようございます、頑張るね。今日で更新100周年、すごい、100周年やって1世紀ってことですか。え、すごいですね、めっちゃすごい、すごいな。アミもアミダイランド100周年迎えましょうね。おはようございます。そう、名前を知りたいと言われました、さくらさんに。全員の名前言ってきました。ねえ、今日はアミちゃんが毎日配信初め、星戸1周年、365日目ではないよ。どういうことだ。カジュアルパーティー1ヶ月以上開けなくてアミちゃんのカードが受け取れないよって。うっそー、やばいやん。アミちゃんが思った以上にハリセン強めでびっくりした。え、結構弱くしたで、でもあれっていうかね、重たすぎてまだ振り回されへんのよな、あれ。そう、どれぐらい痛かったかわかんないんですけど、でもあの結構重たい、あれほんまに持ってほしい。なんかね、お餅つくやつあるやんか、あれぐらい重たかった。多分長いやんか、あのね、なんて言うんだっけ、なんだっけ、こういうさ、棒を持つときにさ、真ん中で持つよりも端っこで持った方が重いみたいな、なんていうっけ、なんていうっけ、遠心力じゃなくてさ、なんか釣り子のさ、あの釣り子じゃあ振り子や、振り子のさやつみたいな、ここの真ん中やったら幅が狭くてブヨンブヨンみたいな、ちょっと忘れましたね。何やっけな。あ、僕はまだミオンさんと仲良くないんで、仲良くなってください。ヒンちゃんと仲良いので仲良くなれます。はい、そうですね、やば、あと5日であれやって、365日。予約力いいですね、めっちゃいいです、グッズ、ね、すごいと思いますよ。いや、こんなに言ったらちょっとあれかもですけど、まあ記憶力はいい方だって思ってます、勝手に。はい、いいと思ってます。うん、私タコ踊り見れる日が来るかもね。そうですね、でもアミタコはねあんましないんですよね。アミネズミなんですよ、やるなら。そうですね、なのでどうやろうって感じですけど、なみたいなの100周年お祝いできるように頑張る、頑張って、みんなで頑張って100周年迎えましょうね。あ、なるほど、去年の8月1日からみたいな配信が始まった。なるほど、そうなんですよ、8月1日からがな、それそれこそあの夏休みの本当に初めからあれですね、神戸オータムフェスティバルに出るために、なんかみんなでくじ引きをしてチームを決めて、配信を1日6時間やっけ、8時間、6時間でしょ、確か6時間、8時間、いや6時間やった気がするぐらい、あ、5時間やっけ、あ、3時間、え、忘れたけど、もう何時間かして、で
何ですか、ギフトを集めた方上位チームがランウェイで、上位3チームがステージで踊れたんですよ。踊れました。みそう、ありがとうございます。あ、そう、テコの原理や、それそれ、テコの原理、なんかね、重たかったけど原理ですそうです、そうです、テコの原理や。あ、そう、視点取り起点みたいな感じですね、それそれ。で、風邪ひいて鼻水で溺れそうですよ、浮き輪つけてくださいね。そろそろ仕事の準備しなくちゃ、頑張って。あみも今日は本当に頭が痛くなるぐらい勉強しないといけなさそうなので頑張ります。ネズミ足はカニでお願いします。確かに、あみね、最近の癖なんですけど、あの確かにっていう時、カニってあるやんか、だから確かにって時毎回こうしちゃうんですよ。ママとの会話とかもママに、え、こうやってさ、何々やったっけ、何々やんなみたいな気が、あーそうそう確かに、言っちゃうんですよね。なのでこれからもこうします。はいそうですね、3時間か6時間やりすぎやなやな、そうなんですよ。去年もね、7月31日とかもう夏休みのほんと入った時くらいにバチバチに出てて、ちょうど1年経ったくらいでしたね。そう、そうですね、カニ好きすぎんかほんまにな。そう、ゆみさんの影響です。学校の街の前でもカニ、もちろんです。え、そうなんです。だから誕生日あったじゃないですか最近。それで誕生日があって、友達にね、あみちゃん何が欲しいんって言われたから、いやもう気持ちだけでいいよって言ったんよ。でも、いやもらったからあげるよみたいな言われて、じゃあパンダがいいって言ったんですよ初めに。そしたらなんか、パンダはあんま可愛いのがないみたいな言われたから、あ、じゃあカニが欲しいって言いました。でもカニもないって言われたので、あ、じゃあもうなんかその何々ちゃんセレクトでみたいな、お任せにするわみたいな感じだったんですけど、でもね、パンダのポーチもらったこと思いましたよ。パンダめっちゃ可愛かった。カニはさすがにもらえませんでした。そうなんですよ。はい、そうです。一回配信の連続配信が切れたのが7月終わりだったので、そうなんです、14分だけやって15分以上で終わっちゃったんですよね。ほんまもう何してんの、ほんま本当に本当にもうね、何してるんって感じですよね、マジでね。そうです、カニとグッドも確かに、あの、これ癖なんですよね多分。なんか何かと交流しちゃうんですよ。まあ皆さんも癖づけてみてください。確かにとこれそう、あのさ、 NLB から LINE スタンプ出てるじゃないですか。あれがね、ゆうみさんがね、確かになんですよ。だから余計ですね多分。はい、この間道にリアルのカニだで、かわいいですね。かわいい。ふみちゃん勉強デーの息抜きにガジバ大さんお願いします。そうですね、しますね。ああ確かに、そうですね、確かに。なのでだからですね、余計に確かにの加入をこれするってのは、ゆうみさんのラインスタンプがこれだからですお疲れ様のスタンプはよく使ってます、ありがとう。あとハテナになってるんですけど、お疲れたみたいな、あれハテナの予定じゃなかったんですよ、もともとハートだったんですよ。お疲れたんって、お疲れたんじゃなかったんですよね。そうなんですよ、
だからね、ハテナは無視してほしい。あ、普通にお疲れたんだけですね。あとあの時のアミ結構顔が丸っこいですね。まあ、今も丸いんですけど、今はまだマシになったってめっちゃ言われるんですよ、メイクさんに。なんかボムの撮影の日のアミを見てから、今のアミを見たらびっくりするって、同一人物かわからないですねって言われましたね。はい、そうです。ママと赤煮坊主何がツッコミ入れないです。もう慣れた。初めは何してんのって言われたんですけど、ゆうみさんって言ったら、あーなるほどねみたいな、てかまず気づいてました、ゆうみさんやろみたいな。そうですねゆうみさんやろって言われました。そうなんです。なのでよろしくお願いします。この夏ほんの少し大人っぽくなった気がする。ありがとう。でもね、やっぱりアミヤで並ぶとなんかあやみちゃんがめっちゃ大人っぽいから、なんかね、なかなか成長した気になりませんね。でも二人とも大人っぽくなりましたよね。普通に入った時のやつ見たらびっくりしちゃう。そう、はい、そういう感じです。はーい、カリバの新しいカードの浴衣見たの買いすぎよ。あれはね、去年ですね。このなんかエルサみたいな髪型ですよね、あれ去年なんですよ。今年の浴衣ってもう出てますか？出てないか、秘密やな。そうですね。え、JR 止まってるよって。何ですか、雨？雨じゃないですよ、セミとか。セミが来すぎて引くのかわいそうやからとかですか。あ、車両が暑すぎるとかですかね。そうやな、そうや、きっと。あれ去年の。そうです、だから顔違うやろ。めっちゃ実はね、去年のなんですよ。去年、あれ生野心発売してなかったっけな、知ってたと思うんですけど、あれカジュバのやつは去年なんですよね。そう、黒い衣装涙が出たよって。黒い衣装どんなんやろ。あのな、なんだっけ、なんか話そうと思ってたんですよ。なんだっけ、あー忘れた、なんだっけな。あ、そうです、アミね、なんか1年に1回グッドスプーンの写真を戻されることになりました。これからこの前撮影があったんですけど、オフィシャル撮影、そのナムデシンの撮影があったんですけど、この時に多分ね、わざわざあのスプーンを持ってきてもらって、アミのためにあのなんか成長記録を取りたいらしいです、それでめっちゃおもろいよな。まず初めてグッドスプーンの時の写真のやつがこれぐらいまでスプーンがあったんです、もうでかすぎて。だけどこの前撮ったらスプーンから顔が出るようになってて、この辺に出るスプーンが、だからお伸びた伸びたみたいな。そうそう、あの大きいスプーンめっちゃおもろいらしいですね。そうですっていう感じです。なのでね、まあ来年撮るかって言われたら分からんけど、まあ、今2枚は撮ってるので、まだあげる機会があったらあげます、あげたいと思います。そうです、スプーンの長さに追いついた。カジュパみんな音声入れ直したいっていうね。そうだな、でも音声よりも写真の方が変えたいかも。本人登場のこれ、これ買いたいな。音声はどっちでもいいです。でもちょっと棒読み感がすごい、あのカジュパがもう麻雀とかやったことなさすぎて、どういう風な発音かが全く分からなかったんですよ。みんなね爆笑してなかなかうまく取れてないことがありました。そうですね、音声1位すごーいみたいな感じですよね。4、あ、3位
ギリギリセーフ、4位全然ダメだったねみたいな、もう本当に棒読みなんですよ多分。もうこの台本を見ながらね、つら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 読んでただけなんだろうなって感じで、も あの時は心を込めて読んでたんですよちゃんと。4位すごい、あ、違う、4位全然ダメだったねみたいな感じで言ってるんですけど、やっぱね顔の表情が見えないと棒になるんですよ、棒読み。そうアプリ入れた時のアミちゃんの声がバブすぎて何回もリビしてる、ありがとう。あれか NMB48 のカジュアルパーティーですよね多分。テルルッテ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 の流れながら言うやつかな多分ですかね。あとはまた会えるの会えるが嫌です、アミ。あれが嫌、あれだけ取り直したいな、言うなら。棒読みはもういいので、また会えるだけ変えたい。またまたまた会えるが良かったんですけど、また会えるなんか何などこのどこ出身ですかって感じですよね。絶対関西ではないですよね普通。そう多分麻雀の役の名前言うのが一番難しい。そうですね、トン、あなたの曲は、あなたのなんとかはキャーみたいな、そういうのですね。あとはカンとかそういうの、ポンとか全然わからんかった。今は麻雀のやり方がわかったからあれやけど、そう本当に神谷でなんでやねん、アイドルの謎かけやってほしい、ほんまやりたい。またナンバラエティで歌います。はい、そうですね、テレレッテ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 な感じで。 NMB48 のカジュアルパーティー、え、どんなんだっけ、 NMB48 のカジュアルパーティーか、それでどんなんやっけ、ティリンティリンって押してて、ティリンチュンジ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 ュンって流れて、本人、あ、宮本亜美です、対戦よろしくお願いしますですね、そんな感じだった。はい、おはようございます。ではそろそろ仕事行ってきます。宿題頑張り、ありがとう。じゃあね、今日のうちのチャンシモさんの絵描きたいと思います。待って、7位コジさん、ありがとうございます、頑張ってください、お仕事。そうですね、はい、何描きますか、チャンシモさん。うわー、もう嫌だー、もう夏休み終わりやん、ほんまに。もう終わりやな。もうほんま終わる。もうちょっとでも終わりますよ、夏休み。もうすぐ終わる。もうあと1週間で終わる。早かったな、夏休み。あと1週間で終わるから。もう、あと1週間で夏休みが終わるから、1週間で宿題終わらせないといけない。って思っときましょう。もう終わり、もう終わりですね。もう本当に、もう夏休みも残り1週間となりました。皆さん、夏の思い出はありましたか？ああ、なるほど。なるほど。なるほどね、確かに。夏の自動販売機はいいですよね、ということですね。確かにです。確かに。なのでね、この1週間でアミは夏休みの宿題を終わらせないといけないですね。そうですよね、やっぱもっと早めから始めとけばよかったですね。なんかね、ちょっとわからんくなっちゃった。
任せやばいかも。はい、ちょっちょこどーん。はい、こんな感じです。ドドドドドドドン。はい、はい、チーズ。うん、ありがとうございます。なんかハリセンというかさ、あですね、ネギみたい。なんかね、手が生えたネギって感じですね。夏休みあやみちゃん中に星あるって分からへん。でも多分泊まるとかですよね。ね、今年はあみややで泊まるけど、また泊まる分からへん。日にち決まってないけど泊まると思うんですけど、どっちのお家に泊まるかはまだ未定です。はい、ありがとうございます。じゃあ読んでいきたいと思います。順位ランキングを読みたいと思います。13位ジョエルさん、ありがとうございます。12位マボさん、ありがとうございます。11位ちゃんやまさん、ありがとうございます。10位まさやかさん、ありがとうございます。9位ひだがごじさん、ありがとうございます。8位ごじさん、ありがとうございます。7位継続は力なりさん、ありがとうございます。6位おうみさん、ありがとうございます。5位こにたん、ありがとうございます。4位ゴスムライトさん、ありがとうございます。3位まきまきちゃん、ありがとうございます。2位ベリマユさん、ありがとうございます。そして1位はブンブンブーンダダダダン、ジャシモさんでした。ありがとうございました。はい、じゃあね、皆さんもお仕事頑張ってほしいんですけど、雨は今から大量の宿題を頑張りたいと思うので、応援してください。じゃあまだカジュパーやる時間、また後ほどお知らせしますね。はい、ありがとうございました。せーの、ちゃんしもさん、イエーイ。また明日ね、やって、また明日ね。ありがとうございました。じゃあまたね、ありがとう、バイバーイ。カニー。